どうもこんにちは、くばつです。今回はですね、楽器を持つ人全員にですね、知っておいてもらいたい世界の大問題についてですね、話していきたいと思います。まあ、何の話かというと、木材の枯渇問題です。皆さんですね、ギターとかベース、まあ僕のチャンネルね、見てくれてる方は持ってる人がほとんどだと思うんですけれども、まあ考えたこともないかもしれない人もいるかもしれないですけど、ほとんど木でできてますよね。はい。で、こういう木ってですね、まあいろんな木材が今絶滅の危機に瀕してるんですね。で、今回ですね、取り上げるのはいろんな木材がある中でも、ですね、今結構深刻なですね、絶滅の危機に瀕しているこのエボニーっていう木です。はい。まあ、指板なんかにですね、よく使われる、まあ僕が持ってるベースだと、このグッドベローっていうベースの指板に使われてます。これ黒い、真っ黒で、こうピカピカなのが特徴な、木なんですけども、まあ日本語で言うとね、黒炭なんて言ったりします。はい。まあ黒炭っていうぐらい真っ黒なんですよ。はい。で、これがですね、今世界から消え去ろうとしているわけです。具体的に世界からどのくらいなくなっていってるかっていうと、昔はですね、いろんな地域で取れました。例えばマダガスカルとか、コンゴとか、まあ、アフリカとか、そういう方ですよね。はい。で、そういうで、まあ、いろんなところで取れてたんですけども、まあですね、この、まあ、黒くてすごい美しいですよね。なので、まあ、楽器で使われることも多いし、家具とか、いろんな分野でですね、エボニーっていうのは使われてったんですよ。で、そうすると、まあ、どんどん伐採されていきます。で、木って、まあ、当然ですね、ある程度の大きさに育たないと、使えないわけですよね、楽器とかにも。で、だいたい100年ぐらい、植えてから100年ぐらい経たないと使えないんですよ。で、じゃあ、どうなるかっていうと、まあ、切るのはやっぱり一瞬じゃないですか。で、それと100年後にまた待ってから使うのかというと、そうでもないですよね。伐採して、その地域なくなったら、じゃあ今度他にエボニーないかなって探して、ああ、エボニーの森あった、じゃあここも切っていこうって言っていくわけですよ。はい。そうやっていくと、どん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 エボニーっていうのは消滅していきます。で、これなんでそんなにエボニーが伐採されていくかというと、これ今真っ黒だったじゃないですか、エボニー芝ってこれ。で、エボニー、日本語で黒炭っていうぐらいなんで、すごい黒いイメージがあるんですけども、こんなにですね、真っ黒いエボニーっていうのは10本のうち1本しかないそうです。はい。で、今までは10本伐採して、1本あ黒いのあったって残りの9本どうしてたかっていうと捨ててたらしいんですよ。はい。そうなっていくとそれはなくなりますよね。もうこの1本取るために10本取るんですから。だからガンガン伐採して使えるのを厳選して、でギターメーカーとかに売るみたいな、そういう流れがあったんです。で、こうやっていくと、もうやっぱり世界中からエボニーが消えていってます。で、もうほとんどね、絶滅の危機に瀕しちゃってるんで、国がもう取っちゃダメです、禁止ですっていう風に、していってます。で、今ではもうカメルーンしかですね、合法的にエボニー取ることが許されてません。はい。まあそんなぐらいですね、エボニーって枯渇してるんですよ。それだけですね、黒いエボニー石板っていうのは人々がやっぱ美しいと感じて、まあ多くの人が求めたっていうことでもあるわけですよね。はい。ただですね、このままエボニー石板を伐採し続けていくと、まあ確実に絶滅するであろうと言われているんですね。ただそこでですね、まあそれではやばかろうと、まあ100年後のね、ミュージシャンたちがエボニー石板の楽器使えねえじゃんみたいな、そういうふうに危機感を抱いたですね、ギターメーカーっていうのがいるわけですよ。それがテイラーっていうところなんですね。僕らですね、ベーシストにとっては、まああんまり馴染みのないメーカーかもしれないんですけども、まあアコースティックギターでですね、まあ今でマーチンとかですね、フェンダーとかをですね、小杉優衣のシェアを持つですね、すごい、まあもう今となっては老舗の、アコースティックギターのメーカーブランドなんですけれども、まあそこはですね、このままエボニーを絶滅させてはまずかろうと言ってですね、取り組みをしてます。で、まあどういう取り組みかっていうとですね、これ結構ね、説明がね、すげえ難しいんですけれども、要はまあカメルーンでエボニー石板の買い付けるわけじゃないですか、こう森林伐採する業者から。で、そこの業者から今までだったら黒いのだけ買い取ってたわけですよね。まあ要するに A クラス、B クラスあって、まあ、真っ黒いのが A クラスだとして、ちょっと細かい区分けは分かんないですけどね。で、真っ黒じゃない、なんか白とか、ちょっとまだらになっちゃって、色があんま綺麗じゃないやつは B クラスとして。で、今までは A クラスだけを買ってたんですけども、それをテイラーは、もう全部買うよと。全部同じ値段で買うよっていう風にしてあげたんです。で、そうするとどうなるかっていうと、まあ、伐採業者も切る数が少なくて済みましたよね。今まで10本切って1本しかなかったんで、例えばね、なんか、まあ、何本、ね、黒い木を納品すればとか、具体的な数字はわかんないんですけども、例えばね、真っ黒いエボニーを5本納品しようとしたら、50本切らなきゃいけなかったわけじゃないですか。で、それが、今までで5本納品しようとしたら、5本切ればですね、いいわけですよね。はい。そうなると、まあ、もちろん、こう、森林を伐採する数も激減しますし、まあ、そういう森林伐採業者の、労働の負担もかなり減るということです。はい。
実際のところですね、真っ黒じゃないエボニーでも音には影響ないんじゃないかなと言われております。はい。で、今ではですね、市場にですね、真っ黒じゃないエボニーの使った楽器っていうのがすごく出回っております。それはそういう背景なんです。まあ要はテイラーが、いわゆる真っ黒じゃないエボニーも買い付けて、いろんなギターメーカーに供給しているからっていう、感じです。はい。で、これギターメーカーとしてはですね、今真っ黒じゃないエボニーを使った、まあ、新しい素材って感じですよね、ということで打ち出しています。はい。こうやってですね、テイラーを中心に今いろんなギターメーカーはこういう世界のね、木材を守るために新素材とかですね、いうことをですね、打ち出したり、いろんな取り組みをしてます。で、ここで僕らですね、楽器を持つものとしてもやっぱりね、少し意識を変えていかなきゃいけないんだなと。僕なんか実は結構、まあ実はっていうほどでもないですけど、結構木好きなんですよ。で、木目とか好きだったんで、こうエボニー指板なね、ものとか、これとかね、まあグッドベルトもそうですけど、エボニー指板で、バールエルムっていうトップ材を使ってとかね、こう、パドックの木がみたいな感じで、僕結構木材好きなんですよ。で、こういうね、なんか、まあ、芸術品として、まあ、美しいなっていう木材のある楽器とかをね、こう買ったりとかしてたんですけども、まあ、これはおそらくその価値観で今後やっていくのはあまりかっこいいことじゃないなと僕思ったんですよ。はい。まあだから、やっぱり環境とか、いわゆる本当に木ってなくなるんだなとか、まあ僕なんかは別にどうでもいいんですけど、本当100年後、200年後とかのなんかすごいミュージシャンが、エボニー指板の楽器を弾いてみたいけど、もうこの世にエボニーがないみたいなことが起きてしまうと、すごくやっぱ悲しいことじゃないですか。はい。で、そういうなってしまうとですね、まあやっぱり、あんまり良くないですよね。なんか語彙力がなくて非常に申し訳ないんですけど、なんか、まあ、あんまり楽しい感じではないじゃないですか。まあ、できれば、エボニー指板とか、なるべく後世に残しておきたいじゃないですか。で、そういった時に、まあ、ギターメーカーとかも今、やっぱ少しずつこういう環境の問題に取り組んでます。で、だから、僕らユーザーもそういうところにはやっぱりついていってですね、ギターメーカーがどういう風に打ち出していくのか、どういう取り組みをしているのかっていうのは、ある程度やっぱ理解していくのが大事なのかなと思います。逆に言うと、そういうことに取り組んでるメーカーっていうのは積極的にやっぱ支援して、なんか未だに何、なんか貴重なエボニー使ってるのダサくねみたいな価値観になると僕はいいかなと思うんですよ。なんかな、まあなんか誰とは言わないし、具体的に誰かがそうだったってわけじゃないんですけど、例えばさ、なんかあの世界平和とかさ、願うミュージシャンとかアーティストいるじゃないですか。ライブとかしながら、もうこのライブはチャリティーだからみんなのためになんか歌うんだみたいなこと言いながら、なんかすげえ、なんか最近買ったであろうエボニー指板のアコギとか使ってる、うわダサいみたいな、そういうなんか感じ、そういう風に考える人が僕は増えたらいいのかなと。別になんか買うことは悪くないんですけど、だからそういう木材の問題ね、楽器好きとか言いながら木材のこと何にも考えずに、まあ好きなものを買うっていう価値観は僕はやっぱあんまり良くないのかなと思うんですよ。まあ僕らユーザー的には何ができるかっていうと、そんなにね、多くのことはできないと思うんですけども、この問題を知っておくだけでもですね、やっぱり僕は大事なのかなと思いますんで、まあ僕のね、動画を見てる方たちってすごくやっぱ楽器が好きな人多いと思うので、まあ良ければですね、この問題についてですね、知っておくだけでも僕は十分だと思うんで、まあこういう話あるんだなと思っていただければなと思います。はい。はい、今回ですね、まああんまり面白い話じゃなかったんですけども、まあ僕のチャンネル見てる人って楽器好きな人が多いと思うんで、まあね、楽器好きだったらやっぱりこういう世界中から楽器に使える木っていうのがバンバンなくなってるよっていう問題だけはですね、知っておくといいのかなと思いましたんで、この話をしてみました。はい。というわけで今回の動画はこんな感じでございます。また面白いなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価ボタンぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。まあ補足というかですね、こういう話をすると、じゃあエボニー指板取るの禁止にしたらいいじゃん、禁止、全面禁止じゃなくて、なんか年間何本とか制限すればいいじゃんっていう意見があるんですけども、実際ですね、制限すると何が起きるかっていうと、違法伐採が増えるんですよ。例えば10本しか取っちゃダメだよっていうと、じゃあ隠れてこっそりと100本取っちゃおうっていう輩がいっぱいいるわけですよね。だからやっぱりこう真っ黒以外の、まだらな指板も均一な価格で買い取るよっていうのが今のところベストなですね、政策なんですよね。